甲子園球場には大観衆が詰めかけています。タイガースがアドバンテージを含め2勝で迎えるクライマックスシリーズファイナルステージ第2戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、レギュラーシーズンが終わってファイナルステージまで間が空くというのは調整も難しいと思うんですが、いかがでしょう。まあ難しいと思いますけど、そこはプロですからしっかりしないといけませんよね。そうしないと1年間やってきたことが無駄になりかねませんからね。そうですね、1年間の集大成をここにぶつけてほしいと思います。まずはタイガースの先発板東、甲子園のマウンドに上がります。どう立ち向かっていくのか注目です。これが1球目、最初は変化球できました。ボールになります。打ちました、戸岡、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている京田、まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは板東、そしてキャッチャーは山田。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。いいまっすぐですね。はい、ストレートが決まっています。あっという間に2ストライクです。ファウルになります。見逃して三振です。打席には3番バッタービシエド、2アウトランナーありません。これが初球、ファウルになります。これはバットが泳ぎます。ノーボール2ストライクです。次が3球目、変化球空振り、3アウトチェンジ。この回ドラゴンズ三者凡退です。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の鈴木。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは岩城、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。インサイド落ちました、このフライは切れそうだ。切りました、ファールボールです。改めてお聞きしますが、バッターの岩城、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、まあ状況によって打ち方も変わると思いますけど。打った、レフトに強い打球、伸びていく、どうだ、どうだ、レフトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウト。さあそして打席には戸岡入っています。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。ここはぜひとも先制して試合を優位に進めたいですよね。なるほど、そうですね、積極的に振っていきます。一二塁間抑えた、一塁送球、一塁アウト、しかしこれは進塁打になりました。さあそしてバッターボックスには山川が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいですね。うん、なるほど、そうですよね。まずはボールから入りました。センターへ、さあバックホームするか。さあ先制のランナーがタッチアップ、サードランナーホームイン、山川きっちりと犠牲フライを打ちました。ルーキーに先制点をプレゼントします。さあご覧いただきましょう、犠牲フライで先制です。まあここはしっかりと仕事をしてくれましたよね。1点を先制しました、犠牲フライで1点取っています。打席には5番バッター山田。タイガース見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、ああいった形で先制できると流れも引き寄せられますからね。ええ、さあこの勢いをこのまま続けることができるか。インサイド、センターへ打球伸びる、ここはフライになっています。
平田が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース犠牲フライで先手を取りました。1回終わりました。1対0、タイガース先制です。2回表に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃、打順は4番福田。タイガース1点リードで迎える2回です。さあ1点を先制、この回の守備となりました。まあそうですね、ピッチャー陣はこの先制点を不意にしないようにしたいですよね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。バッターは5番アルモンテ。バンド、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、レフトに大きな打球、この当たりはどうか。おっと、これを掴んだ。素晴らしいプレーが飛び出しました。赤星さん、見事な背面キャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。こういうプレーはファンも興奮するでしょうね。打席には6番バッター平田。ツーアウトになっています。この回のバン、ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。バッターは7番に入っている堂上。デッドボールのランナーが出ています。2球目打ちました。この打球はフライになっています。サードが落下点に入ります。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。1対0、タイガースが1点差を守っています。2回裏に入ります。タイガースの攻撃、打席には5番バッター大島。タイガース1点リードで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずはリードを広げていきたいですね。そうですね、序盤でもう 2,3 点取っておきたいところですね。そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね。空振り、落ちるボールです。ノーボール2ストライク。インコース詰まりました。強打抑えてワンアウト。打順は6番石毛。まずはワンアウトを取っています。アウトコースボール。このカウントは狙い球を絞って打っていく感じでしょうね。なるほど、そうですか。アウトコース打ちました。ビシエド、一塁そのまま入ってアウト。バッターは山岡。ツーアウトランナーありません。打ちました。強打、一塁アウト、スリーアウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。2回終わって1対0、タイガースが1点をリードしています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、選球眼のあるバッターなんでね、不利なカウントにはならないようにしたいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。低め決まってストライク。あっという間に2ストライクです。打ちました。高いバウンド、ファーストゴロ、取りました。一塁そのまま入ってアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の鈴木がバッターボックスです。ここはしっかりとアウトを取りたいですね。そうですね。初球空振りです。低めに来ました。ノーボール2ストライクです。真ん中打ちました。ファールグラウンドへのフライです。切れていきます。ファウル。変化球で空振りを取ります。打順は1番に帰ります。バッター大島、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。さあ2球目は何か。インサイド、ファールボールです。ストライクになります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。またファウル。三振を取りました。スリーアウトチェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、1点リードはタイガースです。赤星さん、先に試合の主導権を握ることができました。そうですね、ここはビッグイニングを作るつもりで攻めたいところですよね。はい、一気に大きな波を作れるか注目です。さあ初球は何か。
打ちました。取った。アウト、ワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発のバンド打席に入ります。打ってやろうという意欲は見せてほしいですね。そうですね。釣り玉でしたね。はい、高めストレート外れてボール、膝元へ持ってきました。ワンボールツーストライクです。際どいコース見送っています。打ちました。これはどうだ、センターに抜ける、ランナー出塁しました。ワンアウト、ランナー一塁となりました。打順はトップに帰って岩城。前の打席はツーベースでしたからね。はい、今日はバットが振れてライト方向を流しました。一二塁間を破る、タイガースチャンスになりました。ワンアウト、ランナー二塁一塁。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。まあ早いうちに点差を広げておくに越したことはありませんからね。なるほど、そうですね。まあそして頼りになるバッターに回りましたから非常に期待できると思いますね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。高め際どいところ見送りましたがストライクです。ここはあっという間に追い込んでいます。空振り三振、前にボールを飛ばせません。せめて右方向に転がしてランナーを進めたかったですよね。やはりこういう場面では安易にストライクから入れませんよね。なるほど、そうですね。2球目打ちました。これはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。2対0になりました。タイガース2点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。早くも流れを確実なものにしようとしています。この調子でどんどん行きたいですね。まあこの場面で勝負強い選手に回ってますからね、チームとしてはここで得点しておきたいですよね。はい、その期待のかかる山田バッターボックスです。2球目打ちました。ここは打ち上げています。強打が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。3回終了2対0、タイガースのリード広がっています。4回の表追いかけるドラゴンズの攻撃、バッターボックスには2番強打。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れ、セーフティーバント、岩城アウト、ワンアウトです。セーフティーバントは失敗です。3番バッタービシエド、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。バンド、まずは先頭バッターを打ち取っています。変化球空振り、好投を続けています。里崎さん、ハイペースで三振を積み重ねてますけれども。そうですね、まああまり飛ばしすぎてもね、後もありますしね。バッターが二回り目になってからがまた勝負ですね。なるほど。さあこの後も好投が続くんでしょうか。キレがありますよね。はい、変化球空振りでストライク、空振り三振、スリーアウトチェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、タイガースがリードしています。タイガース4回裏の攻撃になります。打席には5番バッター大島、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。タイガースリードで迎える4回の攻撃です。赤星さん、インサイド落ちました。これはスタンドへ入りそうです。入れました、ファールボール。アウトコース打ちました。サード取った。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー一塁です。さあ一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターボックスには石毛、そして一塁ランナーは俊足、打ちました、取った、一塁そのまま入ってアウト。これは進塁打になりました。さあそして打席には山岡入っています。さあワンアウトになりましたが追加点のチャンスです。ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほど。左中間へ、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーホームイン、タイガース追加点3対0。
待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。できることならもう少し点差をつけておきたいところ。さあ点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。バッターは来た。そして一塁ランナーは俊足の山岡。どんどん走っていいと思いますね。本当にそうですよね。打ちました。打球はレフトへ。ここはフライになっています。レフト掴んでツーアウト。さあツーアウトながら一塁には追加点となるランナー。そしてバッターはピッチャーのバンド。ここはピッチャーの打席なんで普通は走ってこないですよね。はい、そうですよね。一塁はセーフ。次が2球目。ここはランナー走りませんでした。牽制がうまいピッチャーですから当然警戒もします。インサイド落ちました。ヒットになった。ファーストランド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。4対0タイガース4点リードとなりました。ここは見事なバッティングでした。ピッチャーにタイムリーが出ています。まあそうですね、なんとかしてやろうと思って打席に入ってたんじゃないですかね。この追加点であとは後半戦をしっかり抑えることに専念できそうです。打順は1番に帰ります。バッター岩城。タイガースこの回2点を入れています。さあ4点をリードし、なおも追加点のチャンスを迎えています。いい感じでつながってますんで切らさずどんどん行ってほしいですね。はい、さあここも続くことができるでしょうか。打ちました。いい打球だ。左中間に強い打球。レフトセンター下がっていく。入りました。ホームラン。ツーランホームラン。素晴らしい一振りでした。低めでしたが強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース6対0になりました。ここ一番の集中力が光ります。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。ご覧いただきましょう。ここで追加点となるホームランが出ました。いやー、うまく打ちましたね。これは勝利に向けて大事な追加点となりそうです。バッターは2番この岡。タイガースホームランで得点を挙げています。初球打ち、これはどうだ。破りました。センター前。ランナー出ました。タイガースです。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは3番山川。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。大きく外れました。空振りになります。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。打ちました。五ノ上一塁送球。一塁アウトで3アウトチェンジです。5回の表追いかけるドラゴンズの攻撃。打順は5番アルモンテ。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね。タイガース大きく点差をつけて5回を迎えています。さあ里崎さん、この後のピッチングどのようなところに注目しましょう。まあそう、打ちました。ショート取った。2アウトになりました。バッターボックスには7番どの上。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトランナーありません。この回のバンド4球で2アウトにしています。インサイド落ちました。ファールグラウンドへのフライです。掴んで3アウト。この回ドラゴンズ三者凡退です。6対0。タイガース大量リードしています。5回の裏。さあタイガース、この回は4番から始まります。バッターは山田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで5回の攻撃に入りました。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには5番大島。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。
鈴木、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。バッターは6番石毛、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。最初はストレートから来ました。キレがありますよね。アウトローの変化球、キレ、バットに当たりません、三振。ここまでのハイライトです。1回の裏、一打先制のチャンス、迎えるは3番山川、きっちり犠牲フライ、タイガース先制します。3回の裏、ツーアウト一塁二塁のチャンス、3番山川、左中間へのタイムリーヒット、タイガース1点を追加します。4回の裏、ワンアウトで二塁にランナーを置いて、7番山岡、センターへ運ぶタイムリー、タイガース1点を追加します。さらに続きます。2アウトで1塁にランナーを置いて、バッターボックスにはピッチャー坂東、左中間へのタイムリーヒット、タイガース1点を追加します。続く攻撃、2アウトで2塁にランナーを置いて、1番岩木、3球目しっかりと捉えました、タイガース2点を追加します。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。お待たせいたしました。ファイナルステージ第2戦は6回の表に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃、バッターボックスは8番清水、先ほどの打初球打ち取ってワンアウトです。バッターボックスには代打の高橋、さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。初球空振りです。今のは切れてましたね。アウトコース、キレのある変化球で空振り、ノーボールツーストライクです。ファーストが取る、アウト、ツーアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、足のあるバッターですし、セーフティーバンドなんかも警戒しておきたいですよね。あ、なるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。スライダー決まりました、ノーボールツーストライク。3球目は何で来るか。打ちました、取りました、一塁アウト、スリーアウトです。この回ドラゴンズ三者凡退です。6対0、タイガース大量リードしています。6回の裏、タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号16、又吉がマウンド上に上がっています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。打ちました、取った、アウト、ワンアウト。8番バッター、来た、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。ワンアウトランナーなしです。これはショートライナー。次はピッチャーの打順ですが、先発のバンド、バッターボックスに入ります。さっきは野手顔負けの勝負強さでしたね。ここも狙ってほしいですよね。そうですね。打ちました、セカンドが取る、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。6回終わって6対0、タイガース大量リードしています。ゲームは7回の表です。追いかけるドラゴンズの攻撃、打席には2番バッター京田、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。タイガース大きく点差をつけて終盤7回を迎えています。里崎さん、まあこの展開です。インサイド落ちました、これはどうか。バッターボックスビシエド、
先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。引っ張った、高いバウンド、サードが取る。ツーアウトになりました。4番バッター福田、先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。打った、これはどうだ、センターに抜けました。ツーアウトランナー一塁、5番バッターアルモンテ、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。真ん中打ちました、ファールゾーン追いつくかどうだ、最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。6対0、タイガース大量リードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃に入ります。初球ボール、2球目打ちました、右中間に大きな打球、ライトセンター下がっていく、下がっていく、ライトセンター見送った、ソロホームランが出ました。大量リードをさらに広げるホームランになりました。追加点が入りました、タイガース7対0、見事な一発が飛び出しました。ベンチではチームメートに祝福され喜びを分かち合っています。2番バッターこの岡、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガースホームランで得点を挙げています。初球ボール、2球目は何で来るか、打った、どの上掴んでワンアウト。バッターは3番山川、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし、打ちました、抜けていきます、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは4番山田、今日はまだ当たりがありません。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。初球打ち、さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、レフトが取りました、ツーアウトです。バッターボックスは5番大島、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。ツーアウトになっています。空振り、2球目打ちました、この打球はフライになっています。強打が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。7回終わって7対0、タイガースのリード広がっています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。これが3球目、打ちました、伸びていく、ここはフライになっています。積極的に行きましたがレフト掴んでワンアウト。7番バッター堂上、先ほどの打席はファールフライに倒れています。バンド、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ3球目は何か、ファウルになります。インサイド変化球外れます。これはファールグラウンドへのフライです。落下点に入ります。5球目打っていきましたがファールグラウンドへの当たりで2アウトです。初球これは大きな変化球、打ちました、2球目打っていきましたが取りました、アウト。この回ドラゴンズ三者凡退です。7対0、タイガース大量リードしています。8回の裏タイガースの攻撃、打席には6番バッター石毛、今日はまだ当たりがありません。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで8回の攻撃に入りました。赤星さん、点差はあるんですけれども先頭バッターとして役割をぜひ果たしてほしいところですよね。そうですね、点差があるからこそ丁寧につないでいくしかありませんからね。内野を抜けていきます。
ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは8番北。今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置き打ち、ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ワンアウト三塁二塁です。初球は何で来るか。まずはボールから入りました。高めいっぱい見送りましたがストライクです。打ちました。これはどうか。センターへ抜ける。三塁へ送球。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。打順はトップに帰って岩城。点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。次が3球目。空振り三振。ランナーはアウトコース打ちました。ファーストを取った。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。これから9回、点差が大きく開いたビハインドの場面ですが、ドラゴンズは代打を送ります。バッターボックスには代打の亀澤。タイガース大きく点差をつけて最終回を迎えています。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに注目。変化球打った。お手元の内野ゴロ、セカンドが抑えた。一塁アウト。打順は1番に帰ります。バッター大島。今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。これが2球目。ストレート打った。センター前へ抜けていく。センター前ヒット。ワンアウトランナー1塁。2番バッター京田。今日はまだ当たりがありません。前の打席はしっかり捉えた鋭い打球でしたよね。ここは注意していかないといけないでしょうね。なるほど、そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。変化球で空振りを取ります。これで2アウト。真ん中打った。ボテボテの当たり、ショート取った。一塁へ。一塁アウト。これで3アウト。最終回無失点で試合終了です。今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。里崎さん、この勝利でついにあと一つとなりましたね。そうですね、これで王手をかけたことになりますので、最後気持ちを引き締めて明日に臨んでもらいたいですね。そうですね、一気に頂点へということになるんでしょうか。注目です。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のようにクライマックスシリーズファイナルステージ第2戦はタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。